ゴミがないですよね。なんででしょう。それはせーの、メイク試合っこします。メイクを試合っこします。まず簡単に言うと、アイナがココナにメイクして、ココナがアイナにメイクするみたいな感じです。早速やっていこう。じゃあまずは私のこれ見てもらいます。映ってますか。まずさ、アイナはコちゃんにどういうメイクしたいの。地雷系メイクみたいな。地雷系とかわかるの。なんか可愛い。わからないけど、アイナよくやってるんだけど、そういう感じで、アイナがいつも自分でやるみたいな感じで、コちゃんにやる。もうちょい可愛く頑張ってみたいと思います。いつもね、本気を出して頑張ってるかも。こっちゃんは、こっちゃんはアイナにどういうメイクする？かわいいメイクする。かわいいメイク？いいね。じゃあやっていきまーす。どうぞ。じゃあまず見せていいですか？はい。じゃじゃじゃーん。こっちはマニキュアマスカラ。これはビューラーだね。ビューラーはアイライナーが入っています。で、こっちは全部リップです。これね、チークみたいだけどね、リップで、あ、そんな感じか。これはキラキラで、この辺全部アイシャドウで、こういう奥にある、これはチークです。じゃあやっていきます。この中がどれがいい。これ。え、これ黄色じゃないの。じゃあまずはこれを使っていきたいそうです。これのこっちゃんなんか黄色と思ったのにピンクだそうです。今日はじゃあやっていくね。よいしょ。今日はじゃあチップ使います。いいですか。何それ。イエベブルベって知らんでしょ。なんかさ、イエローベース、黄色ベースの顔と、ブルーベースで青いベースの顔があるんだってよ。何それ。ブルーの方が似合う顔と黄色の方が似合う顔。そうで、黄色の方が似合う顔の人は、オレンジ色とかを使った方がいいんだって。ああ、まぶたに新宿みたいなメイクみたいな。わかんないけど、オレンジ色を、オレンジ色系、黄色とかオレンジ色系のがイエロー、イエベには合うんだって。そうだよ。で、ブルベにはそのブルー系のが合うんだって。水色とか紫とか。で、アイナは多分イエベだよ。え？イエベどういうこと？イエローベース。え、え、イエロー？うん、が合うはずってコメント欄で見て結構来てたよ。え、マジ？え、あれ昔から青しか塗ってないよ。そう、だから青ばっか塗ってる。え、違う、黄色さ、塗ったことない。黄色じゃなくてオレンジは塗ったことあるでしょ。オレンジは一応ある。ピンクは何なんだろうね。うん、あ、ピンクが一番塗るかな。ピンクが多いよね。うん。で、こっちに今塗ってるこの色がアイナ今一番好きな色です。よくわかんないな、イエベだのブルベだの。こちらを使います。新しいです。覚えてる。わかんない。みんな見たくない。あの、超可愛くてごめんの、アイナがパパにメイクして、パパがアイナにメイクする動画。あの動画で、アイナがこれ使って、みんな紹介してたやつです。じゃあ、やっていこうね。これの、こっち。茶色を使います。こんな感じでつけたら、ほら、ちょっと目開けて。左はちょうどいいけど、右側なんかやったらクマみたいになってる。そう、間違えちゃうんだよ、なんかこういう。だけど、今から治っていくか見ててね。直していく？うん。いつもね、アイナこういう失敗になるんだけど、アイナのメイクいつも可愛いって言ってくれるでしょ、それもこんな失敗してから、中に色を入れて、その、変わっていく。うん、変わっていくから、見ててよ。この色です。ちょっとなんか可愛いってきて。
痛い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 。チャンネル登録よろしくね。これで、はい、薄まったでしょ、このはみ出た部分。うん。ちょっとだけだけど。はい。はい、オレンジです。ニコって笑って、こおこやば、こ濃すぎ、濃すぎ、失敗というか、もうこっち、こっち薄くてこっち濃いのなんで、やばいやばい、濃すぎた濃すぎた。これで動かしていいかな、指で動かそう。うん、やばい、ギャルだ。あ、ギャルにしてって言ったじゃん、さっき。で、ほんの少し、あ、鼻の頭にキン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 と。で、口やります、こっちゃん。口に合うの、なぜかね、アイシャドウ使うんですよ。あ、見ててね、可愛くなるから、一応。これを使います。こいつを開けます。一回開けるのは当たり前だよね。で、綿棒で取ります。開けるのは当たり前。にゅる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 。これこの色につけて、なイメージがある。やばい、こっち口先女がいる。反対で、はみ出た部分を取ります。こっちやばいな、めっちゃありそう。めっちゃこれ、え、これかわいい、こっちゃん。なんかさ、あいね、いつもかわいいメイクしてるからさ、今日ちょっと濃くなりそうだ。お風呂入るとき石鹸があるからさ。これで、なんかね、目立つんだよ。こっちは下まつげもやりたいけど、これやったらこっちは目閉じちゃうと思うから、上だけやるね。はい、完成。やる。かわいい。こっちゃんかわいい、見して、ちゃんと。かわいい。どこのかわいい女の子かと思った。チャンネル登録よろしくね。お願いします。じゃあ、やってもらいたいと思います。上手かな、ちょっとアイシャドウからでいい。はい。何からでも。ちょっと、いってます。いただきます。アイライナーとか引きたいわけさ、だからそれを最後に自分で引いて。こっちゃんにやるし、全部アイライナー全部こっちゃんにやるし、できる、せっかくアイライナーってどういう感じだよ。1、2、3。それができないのやんなくていいよ。はい、ちょっと濃くしすぎた。いい、斜めに。アイナさっきの失敗見てるぞ。あ、見てないから。あ、そっか。ほら、鏡見てないからまだ。さっきよりかはちょっと赤くなってる。かな。まだそれは。ほんとに。何もしないです。口開けるな。口開けない、口閉めといたままに。なんか違和感すごい。よいしょ。
下にも分けた方がいいんじゃ、多すぎると。下にもちょっと、めっちゃ、完成？見せて見せて見せて。おお、いいんじゃない？もうこれで、うん、太ない？引っかかる、食べて。まばたきしたらめっちゃ黒がつく。なんで何これついてる？わかんない。まばたきした、すごい真っ黒いのついてるけど。まばたき、ギューってやったから。ギューってやったの？うん、すごいついてる。いいんじゃない、もうほくろってことで。あ、いいね、もうほくろってことにしよう。Quand t'es venu dans la rue inconnue。 完成。じゃあ見たいです。買うよ。じゃあ持ってくるね。こっちゃんからどうぞ見てください。3、2、こっちとこっちとこっちが触れてたにしになった。ちょっと、ちょっとほくろがあるけど、いいんじゃない？すごい、かわいい。アイライナーも、アイライナー意外と上手に引けてるんじゃない？このマスカラが下につかなかったらもう最高だったのに。ちょっと目の下にほくろがあるだけです。もしかしたら感想タイム。あの、こっちゃんがメイクしてくれたから、あの、まだこっちゃん小さいからここまでできるのはすごいと思うし、こっちにもうついてなかったらもう完璧だったと思います。イエーイ、こっちゃん上手。え、こっちゃんの感想。あの、ちょっとね、アニがやった時こっちがちょっと後ろすぎたけど、あの、だけど全然良かったよ。上手でやった。満足？うん、満足。いつもこれやってほしい。インスタと TikTok もやってるので、インスタ TikTok のフォローもよろしくお願いします。バイバーイ。あいここ、あいここ、あいあいあいここ、じゃんけんぽい。勝った人は明日とっても上手なメイクができるかも。バイバーイ。よろしくね。